はい、どうもこんにちは、古木です。本日はですね、以前の動画でコメントをいただいて、私がね、蜂を探しているっていう動画をね、作ってるんですけども、その時に横浜ベイサイドのガレージおすすめだよってね、おすすめだよって教えていただいたんで、ちょっと今日はそこに向かっております。雨音で入ってるの、はい、雨音、ちょっとね、雨が非常に降っていて音声が乱れてるんですけども、ご了承ください。次の信号を右方向、はい、今上がれば横浜ベイサイド、うん、もう着くよ、マリーナ、海ですね。はい、ということで本日は横浜にあるガレージというお店に行ってまいりました。以前コメントで教えていただき、どうもありがとうございます。あそこにいるのが私と子供たちですね。はい、今現在は妻が撮影しておりますので、ちょっといつもと違った行ってきた動画シリーズになりますと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでね、入ってすぐにあったのがこちらの流木に吊るされているこの素焼きの鉢のカバー、革でできてるのかなと思います。これ非常に洒落ておりますね。はい、妻的にはこの壺が欲しかったようですが、ちょっと壺はどこに置くんだろうっていうレベルですね。はい、もうね、入ってすぐ思ったんですけども、まあ、雑貨系が多かったのもあって、もうとてもおしゃれですね。こちらはフィカスのメラニーですね。おそらくメラニーね、100均で持ってるんですけども、非常にね、群生していくとかっこいい、なかなかいいインテリアプランツになりますね。はい、いやー、もうほんと洒落てるな。横浜にこんなお店があっただなんて知らなかった。これはなんだ。はい、でお次にですね、こちらアデナントスセリセウスというね、植物があって、めちゃめちゃふわふわなんですよ。これ海藻みたい。そう、海藻みたいなね。なんだっけ、あの金魚飼うときに入れるやつ。ああ、はいはいはい、よくね、こういうの入れますよね。あれはマツモじゃないかな。はい、49,900円か。これも可愛いね。あ、だから芋だから猫ダメなんだ。可愛い、てかめっちゃおしゃれ。こういうとこ行く夢見たわ。ちなみに横浜に着いた時は子供が寝ていたので、私は抱っこちゃん状態で、あ、私がじゃないか、抱っこをしながらちょっと植物屋さん巡りですね。お、おしゃれな食器もありますね。植物屋さんに食器があるだなんてすごいな。これは何ですか、ホヤですか、わかんないな。ドライフラワーのコーナーもありましたが、まあそれなりって感じでしたね。結構ありましたけどね。はい、植物エリアに突入ですね。結構ゆっくり丁寧に撮っていただき、どうもありがとうございます。これはためになる動画になりそうです。ということで、まず何を見ていきましょうかということで、こちら空手屋からのサボテンからのサボテンからの UFO からのサボテン、 UFO ですね。ユーフォルビア、サボテン、アガベ、パキポディウムはね、このコーナーにたくさんありました。お手頃なものから結構珍しいものまであったのかなと思います。何が売ってるって、私が今個人的にねハマっているリプサリスもね、こちらたくさんありまして、まあ私ここでリプサリス一つだけ買ったんですけども、いや、ちょっと楽しかったですね。リプサリスお求めの方、今ここにあります。まあ、ちょっとこの動画が投稿されるときには日数が経ってると思うんですが、これはパラドクサの、ちょっとパラドクサの節が詰まったリプサリスですね。はい。で、サボテンがあります。サボテン、ちょっとまだまだよくわからないので、あまりご説明はできないんですが、たくさんありましたよといったところですね。はい。すごい。なんかでも羽みたい。
これ見たことないよ。すっごい綺麗。こっちって？これだね。なんだここは。この次ですね、ちょっとカメラマンを変えて私が植物屋さんをちょっと巡っていくといった形になりますので、そちらの方もね、この引き続きお楽しみいただければなと思います。少しねちょっと目線が違うかもしれないですはい、では私の撮影の方に移っていきたいと思います。これから古木の撮影です。子供抱っこしながら手持ちで撮影しているのでかなり揺れるで酔いやすいんですが、お気をつけください。でこちらサンセベリアの針、ピンクバットがありました。あとシルバーパッドがあった気がしますね。はい、あとディッキアコーナーはここら辺だったっけだったんですけども、非常に綺麗な白いディッキアがありました。で多肉植物とこちらアストロフィズムがね、ちょっと今回欲しいなど結構思ったんですよ。この兜が、ね、あったん で棚下行くとね、サンセベリアのドラゴンがめちゃくちゃありました。ちょっと値段見れなかったんですけど、そんな高くないんじゃないかと予想中です。はい、こちらパキポディウムですね。電子フローラムのおそらく未生苗かな、電子かわかんないですけど、はい。でパキポがね、あパキポじゃない、アガペがめちゃくちゃあって、何があるってアガペのチタノタの未生苗がめちゃくちゃあるというね、ここからね自分のお好みの未生チタノタをね選んでいくのって楽しそうですよね。いやーそう、アガペはね結構お手頃で小ぶりなものもたくさんあったので、アガペを集めてる方はねぜひ行ってみてください。でまた棚下にこちらね、アロエのねディコトマだ、ごめん忘れました、ディコトマですね、アロエの最大種ディコトマがありました。でこちらリプサリスですね。私このリプサリスにねちょっと惚れてしまったんですよ。で美覚シダもねちょこちょこやっぱありましたね。ヘコにそのまま着生させてあるやつ3990円で、まあ、お値段はまあそんな感じかなっていうところなんですけども、はい。お次こちらティエランディアですね。シランディアのフレクスオーサの巨大なやつ、キセルグラフィカにまあいろいろありました。まあこのくらいでしたね、シランディアコーナーに関しましては。デューラっていうのがでっかいのありました。あとコケ、こちらの苔は荒野の万年草と大きな松ぼっくりがありました。あとねこちら鉢もねたくさんありました。大きなものから小さな鉢までねたくさんありまして、こちら妻がねしっかりと撮影していただいておりましたので、ちょっと動画にしておきたいと思います。私がいつも行くとね鉢はさらっとしかちょっと撮らないので、もうこういったね鉢がありますよって言った情報はね意外といいですよね。うん、鉢を使う人にとっては、これってあれですよね、あの木製樹脂が入っているっていう鉢ですよね。見たことあるけど使ったことないな。耐久性はどうなんでしょうかね。でポリシャスがまたあって、こちらもポリシャスがあって、あ鉢がたくさんありますね。おこの辺は陶器鉢コーナーですかね。結構洒落たものがあったと思います。私もここら辺はちらっと見たんですけど、大きいなこれ。お値段はおいくらでしょうか。ちょっとタグが見えないな。ここ地震が起きたとき怖いな。お、タグが見えるか。いくらだ。わからないですけど、大きな鉢ありました。結構渋めの鉢の揃え、渋めの鉢が揃っていたのかなという個人的な印象です。プラかなこの辺は。妻的にはこのスタンドがね欲しかったそうですね。この長い鉄のスタンド欲しいって言ってたんですけども、ちょっとまあいい値段したので今回は控えました。こういうの自分で作ってみたいですね、鉄のこういうスタンド。いやー溶接をね今年、いや来年あたりにちょっと勉強したいなと思っております。はい、
物を飾る鉄の鉢、鉄のアイアン系のもの、洒落てるよな。ゴミ箱かな？違う。おしゃれー。ちょっと私もここら辺ゆっくり見てなかったんで、今初めて植物屋さん来た感覚でこの今の映像を見てアフレコをつけております。こうやここら辺にね LED ライト全部仕込んで、そこら辺で小さい植物育っていけたらいいな。もう全部あらゆるところが空いていたら隙間隙間に植物を詰め込みたくなってしまう性格は、あーもうそういう人多いんだろうけど、お気をつけください。こういうのにねちゃんと置いて植物飾ってあげるとね、やっぱ見栄えが良くなるのかもしれないですね。はい、見栄えは良くなる気がします。外の方ちょっとだけ動画を撮りました。こちらには硫化電ドローンとかがあったのかなといった形です。外交で使うような植物ですね。もちろん硫化以外もたくさんあったので、ぜひこちらの方を見てみてください。で外ねこうやって回っていたら見切り品の鉢コーナーを発見しました。ここ結構お安かったと思いますね。ナンパオフかなってるやつ、皿なし、皿なしに掛けありのねちょっと訳あり鉢がありました。お手頃にねちょっと鉢割れてても気にしないよって方はね、ぜひこちらもチェックしといた方がいいんじゃないかと思います。買います。はい、ではこんな感じで行ってきました。帰宅です。はい、ということで帰宅しました。今日はね横浜の方に行ってきたんですけども、何を買ってきたか、あそう、横浜のねガレージというお店に行ってきたんですけども、そこでね今日買ってきまして、ちょっとまあ今いろいろやってたんですけども、ようやくね一段落したので買ってきたものをねちょっとご紹介できればなと思います。はい、でまず一つ目はね、じゃん、リプサリスですね。私リプサリスはこのような形で部屋にいくつかあるんですけど、買ってきたのは名前がモナカンタっていうねリプサリスですね。モナカンタっていうリプサリスあんま見たこともなかったし、まあ、ちょっと、たまにはちょっと珍しいリップ行ってみるかということでね買ってきました。結構高かったんです。1万5000円ぐらいしたんですけど、もうこのデカさに惹かれてしまってね、まあ、リップサリスやるんだったらこういうでかいのもねちょっと持っとこうかなっていうところで買ってきました。やっぱリップサリスもそのね、これ大きいとね結構高いし、それなりの品種になってくるとねいい値段しますね。はい、ここにも沼がありましたという話で、ただ今回このリップサリスさんね買ってさっき自宅に持って帰ってきて見てたらですね、まあ、結構な量の粉貝殻虫がついてまして、それをちょっと30分ぐらいかけてね、まあ、落としてましたというところですね。落としてる動画風景、まあ、こんな感じで、これはね妻に動画を撮影していただいたショートムービーにあげようと思ってた縦撮り動画なんですけど、基本的には手で撮って、撮れるだけ撮って、薬も撒いてっていう感じですね。またオルトランの粒材とか、まあ、そういうのをねちょっと奥の方に仕込んで冬越し準備したいと思います。こういったね髪跡がねこの貝殻虫がいた証拠ですね。はい、まあこんだけね群生してるんで、間違いなくねこの貝殻虫の1匹や10匹や100匹はねいると思って買っていいんじゃないでしょうか。はい、まだ残ってたらな、ほんと貝殻虫はね一生強制ですね。はい、であとねこちら、これはね妻が惚れたっていう植物でして、本当はクロコダイルファンが欲しかったんですけど、あと本当はねなんかちょっとシシバみたいなそういうすごいのがあったんですけど、アスプレニウムですね。はい、これはね本当は地面に置きたいんですけど、ちょっとそう猫がね威嚇かなと思ったんで、こんな感じで今威嚇とともに壁掛け的な感じでねいらっしゃってます。アスプレニウムなんですけど、タグがないってことで、どんなアスプレかちょっと分かんないんっていう主店員さんからお話だったんですけども、買ってきました。これはねずいぶん長い間お店にあったようで、2990円で 30% オフでね買いました。タグ落ちだったんでね、もうかなりホコリがかぶってたんで、これも一枚一枚さっき葉っぱを拭いて虫がついてないかとかをね確認したところです。はい、こっちはねあんまりその病害虫的なのはパッと見はついてなかったですね。ただすごい葉っぱが傷んでたりもしたんで、下葉を落としてこんな感じでね釣って飾っております。あとは買ってきたのはこれですね。これ入り口にあったやつ、とりあえず可愛いなっていう話してたんですけど、1980円もすんだと、革の陶器鉢入れるやつですね。気づいたら妻が買ってました。あとは
これ苔ですね。道草さんの苔ですね。高野の万年草とヒノキ苔になります。これはね、息子のイモリウムの方にちょっと入れたいなっていうことで息子チョイスで買いました。苔ね、苔。あとは、あとこっちですね。ここに買ったのがあるんですけど、これですね、スタンド、おしゃれ系スタンド、妻が欲しいということでこれも買いました。いくらだったんですかね、これは。1200円ぐらいのスタンドです。うん、まあグラキウスさんのね、うちのグラキウスさん速攻葉っぱ落としちゃったんですけど、休眠中の台座にいいかなと思います。多分こんなもんでしょうか。はい、という感じでね、本日は横浜ベイサイドマリーナにあるガレージさんに行ってきました。どうもありがとうございました。はい、ということでね、また行ってきたシリーズでしたが、いかがでしたでしょうか。こんな感じで植物のビカクシダ以外の植物もいろいろね買い漁りますので、どうぞよろしくお願いします。ご視聴いただきどうもありがとうございました。